武蔵東山氏とは、美濃東山氏の明治東山氏の一族。五宝上氏家臣で、江戸城代。上村合戦の時、武田氏に敗れた明治東山氏の一派が、五宝上氏へ逃げた説が有力である。徳川家康に功績を認められ、明治東山氏から分裂し、東側諸国を治めるよう任された一派だと、言われている説もある。1五百年頃遠山直影が、 宝庫衆であった、宝城総運の地遇を得て、武蔵国へ移ったのに始まる。直影は、明治東山氏の十代目、影康の子で、京成の弟という。彼は、江戸城代の地位を与えられ、息子の綱影と共に、御宝城氏の重臣として活躍した。小田原州所領役長によれば、比企軍のも日西軍区林などに領していた。年、 第二次高の大合戦で、綱影が、嫡男隼斗助と共に戦死したため、出家していた、遠山正影が減続し、江戸城代を継いだ。新編武蔵国風土記機では、綱影死後の城代は、綱影の弟で、小倉城に寄った、遠山正親だとする。直親が江戸城に移った後、小倉城は、炎山光景が入ったという。影の後はその子、直影が次 後方上氏の暴走方面を管轄した。直影は天正15年に死去し、家督は着死の命4月次後方上氏滅亡とともに没落したが、後に一族は江戸幕府の旗本となり、江戸時代後期には円山の金山で知られる遠山影元らを輩出している。遠山直影。遠山綱影遠山康光。遠山正影。 遠山なおかげ、ありがとうございます。